まあ俺もこの間ちょっと土日体壊して、なんていうか食中毒で、いやだ、で胃痙攣が止まらなくて、まあまあ大したことじゃないんだけど、それ治ったの、治ったんだけど、もうあのパンツは汚すわ、シーツは汚すわね、もう大変なことでね、だからなんかこう、まあでも俺はさ、まだほらこうちょっと働いてるじゃない、うん、はい、まあだから働いてるものの強みがあるわけだから、はい、まあこの年でも働いてるからちょっとこうね、やっぱしなんかこう、まああれ、あれだよ、あのそれはね、朝ご飯食べるときにね、はい、あのなんかいつもなんかこうお水が一杯とか、はい、それからあのあったかいコーヒーとかこう、うん、ね、入れてくれてテーブルがあるわけだ、うん、テーブルがあるわけだけど、はい、まあね、女房も年だから、はい、この忘れるわけだね、はい、あの朝一杯こう水を飲もうとか、うんうん、はい、それからあの3日に1回は、はい、あのテーブルに納豆を出そうみたいな、はい、もうね、体にいいもの食べようみたいな、はい、と見ると納豆がなかったり、はい、お水がなかったり、ね、するわけだよ。でもあんまちょっと前ならね、おいみたいなこと言ってたけど、うん、俺はもう素直で、あ、水がないなと思ったら素直に自分でね、組む、はい。あら、あら、偉い子だ。もう自ら進んで動く。まあでもね、はい、もうこれも難しいね。なんかこう、水汲みに行って、置いて自分で飲んでると、はい、あの、あ、そう、お水だったわねって、こうなんか言う。うん、言う、逆に気を使わせちゃう。あ、それもあるかもね。そうか、そうか、忘れ、出すのちょっと忘れ、言ってくださればいいのに。だったら、そうそうそう。うん、まあ、言ってね。うん。はい、うん、まあ、言ってくださればいいのにみたいな上品な家庭じゃないけどね。もうちょっとガサツな、もうちょっとガサツな感じだけどね。冬はちゃんちゃんこみたいなうちの家ですよね。まあね。まあだけど、まあ、その辺も気使うね。そうか、そうか、バランス。どう出ればいいのかね。水くれっていうのがいいのか。あとあるよね。あの、腐りはしないだろうけども、はい、もうしば漬けだとかさ、梅干しだとかさ、じゃこだとかさ、はい、なんかこう、海苔の佃煮だとかさ、はい、もう蓋開けると、あれ、箸ちょっと変だぞみたいなのがあるわけよ。はいはい、まあね、はい、まあそれも黙ってるとずっとあるわけだから、ね、そういうの黙って、あ、ちょっとこれまずいなと思ったら勝手に避けてね、なんかこうな、まあ、まあ、バイバイしなくちゃいけないな、みたいなことはね、ちゃんと言ったりして。なんか、なんかこう、やっぱしね、気遣いは必要。るからね、普通に生きてても気はつかなきゃダメね。あの、ダメなんと思うんだよ、俺は。で、それで、はい、ちょっと今日の太田さん、新聞なんだけどさ、はいはい、これ、朝日新聞の、うん、まあ、きっかけは当初なんですね、うん、はい。あの、神奈川県に住んでいる58歳の男性の方、精神科のお医者さんをしている方が当初されてるんですけど、はい、まあ、うつなどストレス症状を訴える60代の女性が病院にやってくると。はいはい、で、俗に言う、不言病、はい、夫が原因となっている病。病。これどういうことかというと、ご主人が現役の時は、日中に買い物や習い事、スポーツなど、気ままに楽しんでいたのに、ご主人が定年で毎日にいる生活になると、ご主人に気兼ねして遠慮して、そういうものをやめちゃうと。で、ご主人のために3度の食事の支度をして、友人から外出に誘われても、ご主人に悪いと思って断っちゃう。で、だん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 元気が出なくなって、体の調子が悪くなって、うつ状態になって病院に訪れる人が多いっていう当初があったんですね。まあね。まあ、お二人ともね。まあ、お一人様の老後を迎えるかもしれない。迎えるかもしれない。そのことばかり毎日考えてるから、うん、はい、もしかしたら伴侶を見つけるかもしれない。見つけるかもしれない。はいはいはい、もしかしたら二人で住んでるかもしれないですね。まあ、ね、かもしれない。でも、伊藤麻子に至っては、はい、もうなんか知らないけどね、あれだよね、あの、大久保と、墓隣同士で決めたみたいらしいから、ね。いや、隣じゃないです。同じ太陽の方向いてる違う列です。違う。隣同士に墓決めたって。墓地霊園は一緒なんです。墓地霊園。はい、この間、一回決めたらしい。はい、海が見える。あれ、あ、本当ですか、はい。まあね、お一人様はお一人様でそれでいいんだけど、まあ、夫婦ものは夫婦ものでね、はい、そうですよね。しかも、不言病、ね、はい。この不言病っていうね、この病気の、はい、病気だよね、これ。そうですね。この病気のタイトル。うん、夫が源の病。うわ、なんかちょっと切ないな。もうちょっと考えた名前をね。直接的すぎますよ、ね。直球じゃん、これさ。直球。不言病。夫が源の病。
はい、そう、ね、うん、でもね、心当たりある人いると思いますよ。いや、ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってください、はい、あれでしょ、まあ、60年間か、62年間か、65年間か、知りませんが、はい、まあ、働いてきたわけですよ。はい、そうですね。ね、はい、働いて帰ってきて、ね、はい、入って。で、まあ、定年になりました。はい、まあ、アルバイトもする人もね、たくさん今の時代はいるかもしれないけど、うちにいると。なんでいるのと。ね、なんでね、今までいなかったじゃないの。いや、働いてた、ね、今までいなかったじゃない。そうですね、ね、でもね、ゴロゴロ家にね、してね。昼飯食ううちで。はい、今まで食べなかったじゃない。だって晩飯もうち、うん、今まで出してないじゃないそれ。ね、そうね、あ、はい、え、揚げ句の果てにね、なんかこうあっちが汚いぞとか、ここ磨いとけとかね、昼間から風呂なんか入りやがってみたいなね、まあ、いろいろあるでしょう。はい、という当社が乗っててね、はい、これで、奥さんは今まで通りやろうとしたんだけども、はい、夫が宮本の病、うん、不原病、はい、これどういう症状が出るんですか、不原病っていうと。まあ、ご主人に遠慮してるから、うん、今までやれていたことがやれなくなって、うん、ストレスが溜まって、はい、引きこもり状態になっていて、うん、まあ、ちょっとうつ状態になったりするっていうことですよね。結構ね、体にも症状が出て、めまいとか、うん、更年期障害に近いような、ストレスがかかるから、自律神経がおかしくなって、でもあんまりほっとくと本当の病気にもつながりかねないので、まあ、奥さんもまあ60過ぎてるってことだから、はい、だからほっといちゃいけないんですよね。で、嫌だ嫌だと思うからそれが体に不調になって出てくるっていう。新聞にはその当初に対していろんな意見が出ております。全くもってふざけた話だ。太田さん、この方はですね、まあ、夫が懸命に働いてる間に、はい、あんたら好きなことをしてたんだろうと。はい、で、今度は、定年を迎えて、自分が戻ってきたら、体調が悪いだと。で、それで、妻が好き勝手に遊び回れるようにする、俺の退職金まで使うのかと。はい、そしたら怒りを通り越して悲しくなると。はい、もう相当怒ってらっしゃいます、ね。夫は辛いよって書いてありますね。はい、全くもってふざけた話だと。はい。肩身がね、狭い。でも、あれですよ、心あたりがある人いると思うんですよ。ほら、飯はまだか、風呂は沸けてるかとか、もう一日ゴロゴロして、で、奥さん忙しく家事してるのに後ろからおーいおーいとかって言ってるね。そしたらやっぱりストレスになりますよ。でもなんか大竹さんは自分でね、さっき水を自分でもう継ぐって言ってましたけど、うんうん、俺まだ働いてるんだろ。はい、そうだでしたね。それは違いね。俺まだ働いてるけどやってるっていう。働いてるもん、まあ、働いてる 俺でさえ、まあ、そういうふうに、ただね、はい、多い多いってね、言うのは言うかもしれないけど、はい、ね、何がどこにあるのか分からんわけよ。はい、そうですよね。調理用だったり、ね、あといろいろね、奥様がね、どこにしまってあるかとか。例えばあなた、はい、ジャムが1個なくなったとしなさい。はい、今日なんか、うちの女房は良いの、いいやつだから、だいたい買い置きがあったりするわけ。はい、ね。それで、おーい、どこにいるか分かんない。おーいなんだろうね。うん、はい、ちょっと演じがないと遠くにいるわけだろ。はい、おい、大きくなります。ジャムはちょっと言い方はちょっと大声になっちゃうとね、うん、きつくなっちゃったりとかね。ね、そうそう。でも、多い多い言ってそんなに大きな声出さなくてもいいじゃありませんか。そんな喋り方してないと思いますけどね。デフォルメしすぎだと思いますけど。あなたの謝罪しているものはここにもある。すごいおばあちゃんになる。昨日のですか。沼から出てきた。まあね、でジャムが出てきたりだから、はい、まあ定年になってうちにいたら、うん、まず最初は分からないものが夫は多いと、はい、まあ亭主側から言わしてもらえれば、はい、まあね、ここは理解してくれというのは一つあるわけ、はい、私からのこれはね、うん、はい、それはもう何ヶ月も経ってくればそのね、どこにね、両面テープが入ってるのかとか、そこまで分かっちゃう、ね、ハサミとかね、そうそう、ハサミ、小さな小物のハサミとか、はい、あとね、うん、駅板だとかバンドエイドだとか、はい、駅板バンドエイド牧野、ね、はい、全部同じじゃねえかと思うけど、はい、全部一緒だと思うんだけど、はい、せっかく妻が買ってあるんだから、はい、この場合は牧野、この場合は駅板、駅板がまた染みるんだ、これが。まあ、それはいいんだけどね。はい、そういうふうに使い分けたりするわけだ。はい、ね、
他の意見もあります。はい。78歳の茨城県の男性の方は、はい、自分も身に覚えがあると。はい、で、自分の年代になると、やっぱり夫や妻に先立たれちゃう人もあるから、うん、自分も気使って、二、うん、人でいるうちは揃って元気に生活できるように、うん、今から不言病防止に頑張りますよっていう宣言をする人もいれば、うん、67歳の主婦の方は、はい、まあ、お互いちょいちょい出かけて、うん、ちょいちょい留守にしておいて、うん、で、夕ご飯の時から、また二人の時間を大切にするようにすれば、こういうことはなくなるといったご意見。あとは、はい、85歳の主婦の方は、18年前に73歳で亡くなったご主人のことを思い出したと。で、この方が、ご主人がまたできたご主人で優しかったということで、まあ、不言病ならぬ、夫がいて幸せだ、うん、不在行っていうようなことをこの方はおっしゃっているということなんですね。うんうんうん、はい、人それぞれ。いなくなったらばね、ありがたみがわかる、はい。そうですね。はい。まあちょっと途中の意見もね、ちょっと留守がいいっていうのね。ちょっとね、うん、ね、まあ、ちょっと可愛い意見、ちょっと元気でちょっと留守がいい、うん、がいいっていうような、お互いね、うん、奥様もね、うん、はい。で、この一番最後にこのね、全国亭主関白協会会長この会の名前もどうか、亭主関白協会、妻もてなしてこそ夫と、謙虚だな、はい、すごい、全然亭主関白、この人は何で言ってますか、この方のその協会なんですけど、はい、これはあの亭主関白の協会っていう文字通りの意味じゃなくて、はい、上手に妻の尻に敷かれる夫を目指す会の会長さんだと。太田さんもじゃあすごい、太田さんも会員じゃないですか、まあそういうなもんですよね。太、はいはい、田さん会員ナンバー1だ。1ですよね。で、亭主関白は、うん、まあ、ある種家庭で一番偉い妻をもてなす立場なんだ、はい、ということなんですね。で、妻は常に正しいんだと。はい、で、万一妻に反論したり勝とうとしたりすると、はい、10倍返しに遭うと、はい、妻に勝たない、勝てない、勝ちたくないという、非勝三原則を、もう一回言ってください。妻に、はい、勝たない、勝てない、勝ちたくない、非勝三原則。いいですね。これを、こう、堅持していると、はい、いうことです。これが夫婦円満の秘訣なんですよと。上手に妻の尻に敷かれるのが亭主関白ですと。まあ、つまり、勝たない、勝てないまではわかるけどね、うん、はい。勝ちたくないっていう、この価値観。はい、ここはね、もう、あれだよ、もう気持ちとしてはね、はい、あの、千人みたいな気持ちにならないと。千人の意気ですよね。勝ちたくない。ないと勝ってしまうとの後を考えているってことですよね。ね、ね、優先順位で言えば、はい、勝っている犬以下と。自分の優先順位はね、はい、家の中では、はい、妻、はい、動物を飼ってれば、はい、妻、犬、猫、私みたいな、ね、うんうん、もしかしたら掃除機とか冷蔵庫の方が上にあるかもしれない、使い勝手がいいと、ね、役に立つ分はね、貢献度高いっていうことですよ ね、 ね、文句言わないし、お掃除ロボなんかより全然下だから掃除ロボはね、ね、知能入ってますから、ね、そんなことないんですけど、お掃除ロボがどんどんぶつかってくるからね、私に対して邪魔なんだ、床に寝そべってるとガンガンぶつかってくるから、ね、お掃除ロボ人間も邪魔なわけですね、人間もね、そう、あれそのうちに機能ができてきてね、お掃除ロボも俺を乗り越えるようになるかもしれないよ。なるほど。すごい。邪魔ねえって言いながら向こうに。やだ、足蹴りさ、ロボットに足。粗大ゴミ扱いとか、ね。今数センチは超えられますからね。でもね。まあ、でも一人者の私が言うのもあれですけど、はいはい、やっぱ定年後は夫婦仲良くってね、うん、きっとご主人思ってたんだと思うんですよね、うん、奥さんもそう思ってほしいなと思うんですけど、うんうん、まあ、なかなか奥さんの方は思わない人も実はちょっと多かったりするのかもしれないですね。どうでしょう ね、 ね、まあね、うん、日本はちょっとなんかこう、はい、まあ今でもなんか、男女雇用均等法が引かれてね、その前、でもそれでも男性社会だし、はい、男尊女卑、まあ、都会から田舎に行けば行くほど、そういうのは強くなって、ね、はい、嫁をもらうみたいなのがもう、うん、あ、そうですね、もらうっていうくらいなことになってるわけだからさ、うん、はい、ちょっとその傾向が強い。うん、まあでも、男の人も女の人も今一緒に働く時代に、うん、そうですね、そうですね、時代になったというかさ、うん、働かなくちゃいけない、そうですね、選挙主義の人は少ないですね、暮らせないみたいなことになってきてるわけじゃない、うん、はい、ね、
うちの前は専業主婦なんですけど、妻が、うん、でも誰よりも妻が威張っていて、お前に定年はないって私言われてるんですよ。もう仕事あんた好きでしょと、まあ、最後まで金稼いで、でそのお金で私は友達と旅行に行ったりするからって、もう今の時点から宣言をしているので、あ、そういう風な人生を送るんだなっていう、ある種覚悟が乾いた笑いになったんですけど、言葉にされた方が分かりやすい、ある意味楽かもしれませんね。そうだね、大変だけど、なんかこうね、あのお掃除ロボ以下の扱いをもう受けてるわけだから、早かったですね。いやでも普段から言い合えてたらいいんじゃないですか、言葉ってね。そうそうそう、あの言わ、でもそれであれですよね、あの最後死んじゃったらお前は私の墓に入るなみたいな、それも言われるかもしれないですね。お前は散骨海に撒いてやるから、海に撒く、入れてよ、もう名前ほっときましょうよ。あ、名前先に置いちゃう。そうです、あの赤い字にしとくんですよね。確かに、ね、そうそうそう、ありますね。先にさすが墓事情詳しいですね。そうなんです、墓も墓事情。そんなことするの。そうですね、そ、なんか中国だとその方がいいみたいですよ。そうですね、赤い、ね、入れちゃいましょう、もう入れちゃいますか。はい、でも太田さんちの奥さんは不原病ならないっていうことが絶対ならない、はっきりしましたね。はい、まあ、普段で物言えない一歩下がってる、うん、あの専業主婦の奥さんになりやすいんですよ、うん、やっぱり言いたいこと、うん、ほら言えなくて、そう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 、うん、普段から喧嘩しておけばいいだなっていう風に、そういうご夫婦の方が長生きするっていうデータもあるらしいですね、うんうん、言いたいこと言って夫婦喧嘩してるご夫婦の方がお互いに長生きする。今日あれだね、メールでちょっとそんなね、はい、皆様のなんか事情もちょっと知りたい、ね、夫婦事情みたいなね、夫婦事情みたいな、なんかこう、すごい尻に敷かれるのが一番っていう、はい、いう方もいらっしゃれば、はいはい、そんなことありませんと、はい、死ぬまで戦うんだと、ね、戦うんだ、確かに、俺はもうあの家に帰ったら、はい、あの縦のものを横にもしないぞっていうような ね、はい、あくまでも本当の亭主関白、ああでも少ないよね、今タバコだってね、窓のベランダでなくちゃね、吸えないような、確かにもうちょっとなってるし、トイレもね、はい、しゃがんで座るようになってるし、そうか、ね、タッションじゃなくてね、立つスタイルじゃなくて、そういうことだね、はい、洗濯物を分けて洗えたり洗えちゃったりするしね、はい、うん、旅行は女同士になっちゃったりしてるかもしれないし、その諸事情をちょっと、ね、うん、そうですね、だから、いやすごいエピソード来そうですけどね、本当ですか。あとあれだね、あれも期待ね、あの大体生き残るのは女の人多いから、はい、亭主が死んだ後これはねちょっとね聞いてみたいよ、きっとバラ色のメールが来ますよ、嬉しいのかバラ色なのか、そういうところ悲しいっていう人もいるかもしれない、ちょっと待ってね、死んだ亭主のことを思い出されて毎日生きているのが辛いみたいなないか ね、 ね、あるといつでもあってほしいけど、皆さんはどうお考えでしょうか。私の夫婦事情、はい、旦那が亡くなった後、はいはい、旦那が、いや、いらっしゃる方はいらっしゃる状態で、もちろんね、はい、はい。